中年オタッキーです。前回の動画でねカメラプレゼントを、応募開始しましたけど、この撮影時点ではまだ35名ぐらいしかね応募が来ておりません。上限100名までね、いけますんでね、10月20日、令和2年10月20日、23時59分59秒までの応募受付となっております。応募方法はね前回の動画、をご参照ください。しっかり見てからね、結構間違いが多いみたいなんで、ツイッターの DM にね応募していただくことになるんですけどもね、サブアカの方にね応募していただくことになるんですけど、まあ、そちらの方ご覧くださいませ。ご覧くださいませ。でね今回は、カメラ紹介になりますね。これこれ、おっとっとっと、これでね、早速写真撮ってきました。このカメラ、ミノルタ X7 ですね。これ、ミノルタ、まあ、現在はソニーが引き継いでますけど、7がつくカメラ。この辺からかな？まあ、そんなわけで、スタートしてまいります。はい、このミノルタ X7 ですね、高川様から、視聴者のね高川様から提供いただいたものになります。早速ねフィルムを取り切って現像してきました。でミノルタ X7 なんですけどもね、健康トキナーのサイトにね紹介が残ってます。自動露出撮影を中心とした操作が簡単で、コストパフォーマンスの優れた普及型 AE 一眼レフカメラで、圧電ブザ内離像によりカメラブレ警告、手ブレですね、警告や電子セルフタイマー作動時に音で知らせる電子アラーム、シャッターボタンに触れると速攻回路が働くセンサースイッチなどを導入、高度な撮影も可能な小型軽量で操作性の良い経済的な 35mmAE 一眼レフカメラ。なお女優宮崎美子さんを起用したテレビコマーシャルはあまりにも有名ということで紹介されておりますね。でフィルム吸送手動、焦点調節、まあ、ピント合わせマニュアル、絞り優先 AE 専用機になりますね。電子制御横走りフォーカルプレーンシャッターということです。布膜の横走りなんですけども、まあ、電子制御ということで、この時代にはね、まあ、今 PPP で手ブレ結構早速なってますけど、この時代にはまあ普通になってきたのかな。電子制御が、普通になってきた時代の、カメラですね。でセルフタイマーはねこんな感じでねランプが光りますね。まあ、こんな感じで、動いております。調子よくね、動いておりますね。でね、このカメラなんですけどもね、ベースになったカメラがおそらくね、ミノルタの XGE あたりのカメラがベースになってるんじゃないかな。ブザーはね、XGE はついてないと思うんですけどね、よく形が似てます。ほんで、情報によればね、軍幹部を乗せ替えたらね、XGE が X7 になったりするという情報もありますが、やったことないんで、定かではないんですけども、まあ、操作感はすごく似てるカメラです。ファインダーはものすごく綺麗です。大きいですね。で、右横にシャッタースピードの、LED でね、シャッタースピードが表示されますね。絞り優先 AE 専用機なんで、シャッタースピードをね、自在に調整することはできませんで、この絞り感ね、これで絞りを調節して、あとはもうカメラ任せの撮影になりますね。で、一応ね、露出補正ダイヤルもついておりますが、ちょっとやりにくいです。右手で押さえながら右手で回すという、操作になるんでね、これ、右手で押さえながらどうしてもこう左手で回すような形になり、こっちの方がやりやすい形になるんですけど、ちょっとやりにくいですね。でね、レンズが、これもね、レンズいただきもの、MD50mm F1.8
F1.7 っていうレンズになりますね。 F1.7 だからミノルタの普及レンズなんですけど、まあ様々な意見がありますけど 1.4 より 1.7 の方が良かったりする。僕もね結構ねそれ感じることが多いんですけど、まあミノルタは 1.4 でもなかなかの描写、綺麗な描写しますけどね。でね、まあ一応ね試写してきました。今回試写に使ったフィルムがねアリスタエデュー200というねモノクロフィルムになります。こちらねなかなか使いやすい感度、流畅感もねちょうどいい感じのね、まあ廉価なフィルムになるんですけどもね、非常に調子がいい感じのトーンで、写真が撮れるね、フィルムになってます。でここからね紹介していくんですけども、紹介する写真を準備するのって言った。これね屋外で撮った写真はねほぼ F8 で撮ってます。被写界深度はね若干ね深めの、よくまあピントが合いやすいねレンズになる感じですね。で全部ねまあ AE で撮ってる当たり前なんですけども、全部 AE で撮ってますが、特に露出外しなんかないですね。いい感じに映ってますね。これもそうですけど、逆光でね極端な状況ではね撮ってないんです。これ室内になります。これ室内はね F1.7 開放で撮ってます。この写真を見ると分かるようにね、周辺部までね、甘くなりにくいレンズですね。これなかなかいいレンズだと思いました。でカメラの方、マッチングもね、良くてね、カメラはね、オリンパスとかに比べるとね、そこまでね、コンパクトな機体ではないですが、重量もね、プラスチックなんでね、これ、軍艦部もね、金属に見えますけど、これプラスチックなんですよ。シルバーに塗装された、プラスチックが乗ってます。でね、X7 のね、ウィークポイント、というのがありまして、これファインダープリズムがね、腐食するんですね。OM2 とかね、OM1 とか、ここにもね、OM がいますけど、こいつらもね、結構腐食する、当たり前のように腐食するんですけど、OM シリーズはね、ファインダー像の下の方が腐食するんですね。だから、腐食していてもね、そこまで気にならないんですけど、X7 でね、ひどい腐食してるのね、もう画面の真ん中にドーンって太い線ができてしまって、真っ黒の線がね。で、僕もね、以前ね、ジャンクで入手した X7 はね、そのファインダーが一文字に腐食してまして、それを修理しようとしてね、壊してしまった。どこを壊したかっていうと、この軍艦部をね、止めてる、この小さいネジで止めてるんですけど、ここの下にね、カニ目で回すネジが止まってるんですよ。そこを回すときにね、もうここのね、ネジのとこがプラスチックでできていて、それがバラバラになってしまいました。だからもう、組み立てることができない状況になってしまってるんですね。これ、どうしてもプラスチックで経年劣化があるんでね、X7 を分解するときには、注意が必要ですね。接着剤でひっつけようかとかも考えてますけど、一応ね、バラバラになったまま置いてあるんですけどね、もう一台の X7 なんですけど、ファインダーがバッチリ腐食してるんでね、何かから移植するか、アルミテープとかで補修するか、そういう手しかないんですけどもね、X7 はとにかくファインダープリズムが派手に腐食しているものが多いんで注意が必要です。それ以外はね、XGE と同じく、非常に堅牢なカメラになってると思います。XGE をね、壊れて、あまり壊れたっていう評判を聞かないとき、XGE のが1年古いのかな、1979年に出てるのがちょっとはっきり分かる。 XGE の方はね、健康時なんですかの、サイトには残ってなかったんですね。なんでだろう。 XD とかね、これは XD ですけど、 XD とかも残ってたんですけど、なぜか残ってなかったんです。不思議です。XG はなんか注目されてないのかな。あのカメラ結構いいカメラだと思うんですけどね、ピーピーならない
だけで、フルマニュアルも使えて、AE も使えて、X7 と同じぐらいの重量で、いいカメラだと思うんだけどな。まあ、人気はなんせ X7 です。まあ、宮崎美子さんの CM っていうのもありまして、未だに結構人気がありますので、買うときは結構競り合いになると思いますね。ヤフオクとかでも。まあまあの値段になってくると思いますが、どうしても欲しい方はね、ぜひ探して入手してみてください。ファインダープリズムだけは、十分気をつけてくださいね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになりますが、どうだったでしょうか。はい、それではここからは視聴者様の作品紹介のコーナーになってまいります。はい、視聴者様の作品投稿のコーナー、トップバッターがね、ミッシェルさんの作品ですね。タイトルがね、我が家へようこそということですね。カメラはミノルタ X700、MD ロッコール 50mmF1.4、コダックゴールド200で撮られておりますね。保護猫さんを迎え入れました。メスのミケちゃんです。今後、子猫さんの写真が増えると思いますが、MF だと難しいかなってことです。子猫ね、活発に走り回るんで難しいかもしれんですね。で、写真なんですけども、これ、トロットロですね。コダックゴールド、200で撮られておりましてね、コダックらしい発色にも見えますね。レンズね、MD ロッコール 50mmF1.4、これ多分開放ぐらいじゃないかなと思いますが、いい感じでとろけてますね。はい、ミッシェルさんありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんから2枚。1枚目がね、モザイクボケに惹かれて、2枚目がシアン中ということでね、1枚目トリップ35、フジクロンベルビア50使用。2枚目がね、ミラーレスのペンタックス K01、XR リケノン 50mmF2 使用ということですね。で、1枚目なんですけどね、ちょっとアンダートーンなんですけどね、背景をよく拡大してもらえばわかるんですけどね、これね、トリップってね、絞りバネの形状が特殊でね、ひし形のね、形状にね、ボケが出るんですね。で、これモザイクボケって言うんですけど、これ素晴らしく面白い写真になってますね。で、2枚目がもっと面白くって、これ鳥さんの写真ですね。まあ、XR リケノン、50mmF2 ってことで、抜群の解像度で撮られておるんですけども、ただ鳥さんの写真なんですけどね、ただタイトルがね、試案中ということで、これね、このタイトルだけでね、鳥さんがね、考え事をしながら歩いているように見えてしまうんですね。これタイトルはね、絶妙なタイトルであります。なかなかいい感じですね。タイトルの力っていうのをね、よくわかる写真になりますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次がね、のりかずさんになるのかな。2回目の投稿ということで、ね、1枚目のタイトルが小さい秋を探しに、2枚目のタイトルが上を向いてということで、カメラがね、ニコマート FTN、ズームニッコールオート4386F3.5、コダックカラープラス200で撮られておりますね、1枚目。2枚目がね、ニコン D7000、AF ニッコール 50mmF1.8G で撮られております。写真なんですけど、これ1枚目、4386なんですけど、なかなかいい色、ボケも自然でいい感じですね。4386はね、その、収差が、円形の収差が出るということなんですけど、これはそこまで感じられないかな。2枚目はね、D7000 撮られているデジタル写真になりますけど、これが素晴らしく面白い写真になりますね。その上を向いて笑ってるね、地蔵さんもね、注目なんですけど、僕的にはね、一番左にいるやつが高木ブーに見えて仕方がありません。とにかくこの2枚目が面白い写真ということで、次回からタイトル画面に使わせていただきます。はい、のりかずさんありがとうございます。次がね、時神さんの作品、ね、3枚組写真になりますね。タイトルがね、ビルの谷間のお稲荷さんっていうことですね。ね、カメラがね、フィルムが富士フィルムスペリア100、13年落ちということですね。カメラがヤシカオートフォーカスモーター D ということです。
ですね、レンズがね、ヤシカレンズ 38mmF2.8、3群4枚テッサータイプなんですが、調べたらコニカの OEM でヘキサノン 38mmF2.8 と同じレンズでしたということです。13年も放置してあったフィルムなのに何の問題もなく写り驚きましたということですね。写真なんですけどね、もうあの定評のあるヘキサノン、38mmF2.8、 要は、コニカ C35 と同じレンズになりますね。でこれとても13年落ちのフィルムとは思えない、完全にいい色のフィル、写真になってますね。でオートフォーカスちゃんと効いてましてね、あの特に2枚目の写真でよくわかるんですけど、しっかり後ろのビルが背景ボケしておりますし、3枚目もねややボケてますね。さすがね、そのコニカ、C35 のレンズですが、いい解像度になってますね。ただ3枚目だけはあのキツネさんの尻尾にピントが来ちゃってますね。まあ、この時代のオートフォーカスの、カメラあるあるですかね。はい、トキカミさんありがとうございます。次がガメラさんの作品で、タイトルがね、コーヒーの香りを楽しむ時間ということですね。ペンタックス K20D にオールドレンズのオート知能 50mmF1.7 を使ってます。動画でもよく富岡レンズが話題になっていますが、このオート知能もおそらく富岡光学生だと思います。優しい描写で好きなレンズの一つですということですね。写真なんですけどもね、若干前ピンかな、一番右にねボールペンがねあるんですけど、これにピントが来てますね。でね、このボールペンのねピントからわかるんですけども、非常にこう周辺部でこの解像度はなかなかですよね。多分富岡製なんじゃないかな。色もねあのこってりと出ております。これなかなか良いレンズだと思いますね。ちょっと調べてみようかな。オート知能 50mmF1.7、富岡光学製だったらねものすごい高値になってるとは思いますが、ガメラさんありがとうございます。今日のね作品投稿はこんな感じかな。こんな感じになりますね今日の動画。俺のカメラコーナーと、やったやっちまったコーナー、あとあのうちの近所のカメラ屋さんのコーナーはお休みになりますね。うちの近所のカメラ屋さんね、まだね、ドリームロコモーティブさんからしか投稿がないんで、ぜひね、近所のカメラ屋さん紹介してください。特にフィルムカメラを取り扱ってるお店をね、どんどん紹介していこうと思ってます。実践でも他線でも OK ですが、紹介に、他線の場合はね、撮影許可とかね、動画に使用する許可などをね、もらってくださいね。トラブルとかは、ちょっとやばいんでね。はい、今日の動画はね、ここまでになります。チャンネル登録者恐ろしい勢いで増えてまして、月200名のペースで増えてましてね、絶好調で、感謝しております。でね、動画の視聴回数もね、ものすごく伸びておりまして、5万8000回、1ヶ月の5万8000回をね、突破しております。ちょっとね、新記録ずくめになっておりまして、ここに来てね、じりじりバズってる感じなんですかね。こんな感じでね、今日の動画は終わっていこうと思いますが、コメント高評価の方ね、どしどしお待ちしております。コメントの方はね、ちょっと、コメント返しがすごい遅くなってるんですけど、コメント全部にね、返信していこうと思ってます。見落としのない限りはね。コメントのね、方はね、返信の方は、ぼちぼちになりますんでお待ちください。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、高評価の方どんどんお願いします。チャンネル登録者もね、増えてますけどね、まだまだ行きますんでね、4000名に向かって今度、進んでおりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じで、次の動画なんですけどね、お仲良しのね、若者がね、ちょっとうるさい車が入ってきた、仲良しのね、この方が、カメラ系 YouTuber になりました。で、その彼とね、コラボ動画ということで、トークね、カメラトークのね、動画を作って公開しようと思っています。まだちょっとね、打ち合わせ段階なんですけども、おそらくね、この土曜日に撮影して日曜日にアップすることになると思いますんで、次の動画はおそらく雑談で、新参者のね、カメラ系 YouTuber さんと、カメラ談義になっていくと思います。こうご期待くださいませ。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。